君たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか。この世の中に種類の人間がいるとかいう君たちが標的。持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか。陰キャ陽キャ君らは分類しないとどうにも落ち着かない。気づかない本能の外側を覗いてかない。気分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か。例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりして使ってるうちに不安になっちゃったりするやつ。所詮あんたはギフテッド、私は普通の主婦です。とそれはいいでしょう、素晴らしいでしょう。不可能の証明の完成なんじゃない。夢を持てなんて言ってない。そんな無責任になりはしない。ただその習性に食われないで。そんなハビット捨てるたび見えてくる君の価値。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通。俺たちだって動物、故に持ちうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッドハビット。壊してみせろよそのバッドハビット。大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、説教するってぶっちゃけ快楽。酒の魚にすりゃもう傑作でもって君も進むきっかけ。いならそろそれでウィンウィンじゃん。これはこれで残念じゃん。そもそもそれって君次第だし、その後なんか俺興味ないわけ。この先君はどうしたいって人に問われること自体、終わりじゃないと信じたいけど、そざなきゃかなり非常事態。君たちがその分類された普通の箱でくすぶってるからさ。俺は人生イージーモード、ずっとそこで眠っててあらさ。俺はそもそもスペックが低い、だからあがいてもがいて醜く吠えた。俺のあの頃を分類したら、誰の目から見ても明らか。すぐ世の中金だとか愛だとか運だとか縁だとか、なぜに文字で片付けちゃうの。俺たちはもっと曖昧で複雑で不明瞭な何か。悟ったふりしておごるなよ。君に君を分類する能力なんてない。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通。と俺たちだって動物、故に持ちうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッドハビット。俺たちだって動物、こういうのって好物。ここまで言われたら動物、腹の底から幸福普通。と俺たちだって動物、故に持ちうるオリジナルな習性。自分で自分を分類するなよ、壊してみせろよそのバッドハビット。壊してみせろよそのバッドハビット。